どうしても和食ってどちらかというと今までちょっと地味的な要素があったんですけどね。だからやはり今の時代に世界のものを何でも手に入っていくんでしたら、自由にこう楽しめるような作り方をした方が僕ら作り手も楽しいような感じしますよね。湯煎にかけます。卵白をメレンゲして、それをちょっと混ぜてきます。こう湯煎にこうかけた卵をだから半熟にするんです。そこに卵白をホイップした中にカニを混ぜて茶巾風にするんですよね。まあ、作りとは言わないんですけど、まあ、作り代わりっていうことでイメージをお作りのデザインをこうしていくわけですけど、これを蒸し器で蒸していきます。野菜を5種類入れることによって楽しいなって、これ例えば金の刺身でもこうすればいいんだろうということなんですけど、今回は卵で閉じながらこの金の生のイメージをしてこれを作りました。食べることによってやはりお腹でも満たすだけじゃなくて、そういうワクワクするようなとかね、心をウキウキするようなっていうものもこう大事なような感じするんです。はい、お待たせしました。どうぞ。